小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の絵とは土の絵ね。土の絵が陽の土ね、ネズミが陽の水やさかいに、本陽五行の流れは土は水を濁すいうことで、すごく物事が順調にいかへんいうけよ。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。